思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ゼータガンダム。100分の1スケール。リック・ディアス。時は宇宙世紀87年。かつてのサイドセブンは、地球出身者、アースの移動を中心に選抜されたエリート部隊、ティターンズの拠点、グリーンの愛と変貌していた。反地球連邦政府組織、エウゴに参加していたシャアは、ティターンズが開発した新型ガンダム、ガンダムマーク2と、グリーンのあの少年、神指団との開港を果たすのであった。リック・ディアスは、テレビアニメ、機動戦士ゼータガンダムに登場する、反地球連邦組織、エウゴの高性能モビルスーツなのでおます。ティターンズとの本格的な武力衝突に備え、エウゴがアナハイム社と共同開発した機体で、ジオンの赤い彗星、シャアーズナブルによってもたらされた、ガンダリウムガンマなどネオジオンの新技術の恩恵により、機体重量の大幅な軽量化や、シールドを必要としないほどの耐弾性の向上などに成功した、画期的な次世代型モビルスーツなのでございます。そうだ、その通り。ジオン軍のリックドムを思わせる重モビルスーツながら、質量比の改善によって、従来のモビルスーツよりも機動性能が向上しており、母艦を離れての長時間の活動も可能な便利な機体として完成。連邦とジオンのモビルスーツ技術の融合に成功した、当時としては、初の第二世代モビルスーツだったのだけど、その後に後付けされた設定の辻褄合わせやらなんやかんやで、微妙な立ち位置の機体になってしまったのは周知の通り。劇中では、エウゴの主力である強襲機動巡洋艦アーガマには、ジオンの赤い人改め、クワトロバジーナ隊が使用する赤いリックディアスと、その部下である、ロベルトとアポリーが使用する黒いリックディアスの計算機が先行して配備され、かつて、RX78 ガンダムが初めて起動した場所であるサイドセブン。いやさ、基地化しつつあったグリーンの愛の強行偵察を成功させ、ジム2で構成されていた守備隊をフルボッコ。さらには、ティターンズが開発中の新型機、ガンダムマーク2の強奪に成功し、このことが発端となってグリプス戦役が勃発するという、ある意味、ファーストガンダムの作画作品の象徴的な存在になったのと同様、この機体も本作の象徴的な存在となったのですよ。パナイネー。だが、しかーし、高コストの機体のため本格的な量産は行われず、士官用の機体など、極めて少数が量産されただけに終わっちまったもんざいもん。クワトロ隊の色は人気があったとかなんとかで、リックディアスが赤系統の機体色に統一された結果、ティターンズからトラバーユしたイマシン中尉にも赤いリックディアスが支給され、リックディアスは赤い機体というイメージが定着したのでしたとさ。そうかそうか。よかったね。思い返そうそうし合う。リックディアスのデザインは、この時点では重戦機エルガイムで有名な長野守先生が手掛けたとして有名で、先生自身が書いた百式ラフが元になったと言われ、戦車マニアの先生によって、ありとあらゆる特殊装甲やら、脚部の鋳造構造による一体成形のパーツやら、戦車っぽさを表現した趣味的なディテールを詰め込んだ、その筋の方々にはたまらないモビルスーツだったのですよ、初見さん。例えば、スラスターノズル、ガンダム界隈でいうところのバーニアが、装甲で保護されて外部に露出していないなど、これまでのモビルスーツとは異なるアプローチがなされた機体は、アニメ放送前の準備校では、背中のバインダーが肩についていたのが印象的で、当時、ガンダムニュースの最大の情報源として定評があった、講談社の月刊コミックボンボンに掲載された長野先生によるイラストによって、リックディアスのイメージが固まったのだと、当時を体験したガンダムファン。いやさ、ボンボン派のガンダムファンの多くが語っているのよ、こんちくしょう。なるへそなるへそ。一年戦争時代のモビルスーツと、新しい世代のモビルスーツの中間に位置するというコンセプトの機体は、その斬新なデザインで多くのファンを魅了したのは確かなのだけれどもね。どう見ても重戦機エルガイムに出てくる B 級ヘビーメタルじゃねえかと、オムズ狩りになるアンチも少なからず存在したのは周知の通り。一番オムズ狩りになったのは、メインスポンサーであるバンダイさんだったと言われ、長野先生は、リックディアスとガルバルディベータのデザインが完成した時点で番組を降板。リックディアスも、藤田和美氏によってカクカクした形状のパースの画工が追加され、後に長野先生が、これは藤田くんのせいじゃないと言及していますんで、おそらく、どこかしらからの要請があったものだと容易に想像できたものですな。果たして、重戦機エルガイムの時に、ヌーベルディザードが変形できることをスタッフどころかバンダイさんにも黙っているなど、いやあんな感じの浮いたをしていた長野先生にしてもだね、この頃はまだ人の言うことを聞いていたという話もあったりしますので、将来有望な新人デザイナーが続出していた時期でもありますし、その界隈の先達あたりから疎まれていたんじゃないだろうか？一応、日本サンライズの社員なのにおかしいだろ？などと言われて、この件に対して当時のファンなどはいぶかしく感じていたものですな。いずれにしても、当時としては、いろんな意味で話題性に富んでいたモビルスーツだったのは確かで、ガンダムシリーズは機動戦士ゼータガンダムまでという堅苦なファンなどは、好きなモビルスーツの筆頭に挙げるものも存在するなど、当時の体験者には思い入れが強いモビルスーツなのでござりませう。
そんなん、嘘っぱちだー。時は1985年8月、ついに、100分の1スケールのリップディアスが発売される。番組開始前から話題だったモビルスーツは、まさに、リックドムのようなマッシブなプロポーションが交換されて人気を博したが、8月は発売されたガンプラが多く、購入するキットの選択に悩むモデラーも少なくなかったという。キットの値段は1200円。1985年8月に発売されたキットだよん。機動戦士ゼータガンダムのモビルスーツでも、その世界観を体現した機体とも言われるリックディアスが、100分の1スケールでついにキットか。クワトロバジーナタイヤ、アポリーニロベルト、エマシンチューイアームロレイも使用した機体の上位キットは、記憶正しく機動戦士ゼータガンダムを愛する人々にとって、別格の輝きを放っていたと言っても過言ではないのでございます。その、通り。まさに、この8月の段階ではね、シャアやエマさんが乗った機体というイメージのみならず、見事に復活を果たした、アムロレイの蒸気と認知されていたのは当然しかり。何せ、6月あたりからアムロが乗り込み、なんて気だったアッシマーを撃破するなど破格の活躍をしたもんで、ちょっとこいつは抑えとかねばならんよな。未定な空気が模型売り場から感じられたのは確かなのだよ皆の衆。そうだっけ？キットの特徴としては、頭部から股間あたりまでが無稼働という、今となっては信じられないざっくりした仕様が素敵、素敵すぎ。本当に本当に、今買って作ったなら笑えるのでおすすめ。頭部は、ヘッドカバーが閉じた状態と、ヘッドカバーが開いた状態との選択式で、モデラーなどは差し替えて使うため、バンダイさんに頭部の部品、その他もろもろのパーツを注文したものだと人の言う。物合いは可動式なのだけど、ぶっちゃけ、はめ込んでるだけなのでぐらぐら動く困りもの。素直に接着した方が心安らかなのは間違いなく。また、当時の体験者なら、クリアグリーンの BB 弾が物合いに使えることに気づき、気泡のない弾をチョイスしていたような気がする今日この頃。ボディは、アーマー類を接着するだけのざっくりした仕様なのだよね。武器は、モナカ構造のクレイバズーカと、ビームピストルが2丁付属し、ビームサーベルは刃の部分までのものが1本付属。当然ながらビーム派はクリアパーツじゃございやせん。実際、バンダイさんのリアルロボット系キットでは、ちゃんとしたスチロール製、クリア製系のビーム派などはスペリオルガンダムまで待たないと存在せず、ビーム派をクリアパーツにするという発想を持っているやつも、少なくともうちの近所にはいなかったのだよ。田舎だけども。その他、48分の1スケールのシャアのフィギュアと水転写式デカールが付属。手は可動指式で、親指以外の指を金属シャフトで通すタイプのため、保持力がいまいちなのが困りもの。ハイブラックには、クレイバズーカ、ビームピストル、バインダーの装着が可能で、ハイブラックの下につくサーベルラックは、ビームサーベルと一体成形の上、サーベル本体の形状がいやあんな感じなので念のため。股関節は、そもそも腰部のアーマーが全て動かないため、脚部の可動は著しく制限されるのですよ、おっかさん。関節の構造は、銀河漂流バイハムの頃の仕様からあまり変わっていないため、構造的に肩と足首の関節が貧弱で、特に、足首が貧弱なのはこのキットでは致命的なので、何らかの補強をすべきなのだと言っとこう、丸。このキット最大の欠点と言われる、すねのアーマーの形状が異なる点に関しては、全米が泣いた。とは言わないけども、少なくない数のモデラーが泣いたと言われる難関なのは間違いねえ。なんつーか、リックディアスは直線的に見える部分も、実は、緩い長野的なラインで構成されている部位があるのよな。当時の作例で言うならば、プラ板の積層で膝に当たる部位の厚みを増して、それに合う形状のスネアーマーをプラ板で工作するのが簡単だったんじゃないかいな。これができなかったやつはバルサ材の削り出しを試したり、ファンドを持ったりと樹海にはまっていったのですよ。まいったね。なるへそなるへそ。キットのプロポーションはマッシブながら、各部の大きさにメリハリがなく、また、エッジが丸い部位が少なくないため、仮組みしてから、前腕と上腕の大きさの調整をしたり、足が長く見えるように股関節を下にずらすなど、部位ごとにバランスを調整し、接着したプラ板やポリパテの乾燥時間をしっかりと取ってからの、モデラーお楽しみの、ペーパー掛けタイムという無限地獄が始まるのですよ。まあ素敵。まあね、若い頃は良かったのだけど、長いことガチのモデラーを続けている人ならば、気候が悪い時や季節の変わり目になるとだね、利き腕の前腕がしくしくとうずくのですよ。あいたたたー。実際、日々、やすることをやめないモデラーの手首や前腕などは、パッツンパッツンになってることも珍しくないのよな。だもんで、腕の良い接骨院に通うのは当然の行為なのでして、まさか、接骨院の先生も仕事のせいで腫れているとは思っても、模型の作りすぎでこんな邪魔だとは夢にも思わないのにちげえねえ。悲しいかな。月刊モデルグラフィックス、1985年8月号に掲載された、ファチマのお父さんこと、長野守先生が制作した、シャア専用リックディアス突撃型によって、
その回収工程がとんでもなことになっちまったのは、当時の体験者ならば記憶している者もいるかもしれん、かもしれん。長野先生曰く、本当は、シャア専用ディアスはデザインを作らなくちゃいけなかったはずなのですよ。だけどもね、当時の長野先生は、そんなことはすっかり忘れてたとかの玉牛末、富の運大将もはっきり言って忘れてたのにちげえねえのよ、ボケとんかい。そこで、今頃になって立体化しちまおうって話だったのだけどもね。最大の特徴は、頭部のひさしの角と巨大なグライバインダーなのでして、長野先生の設定ではね、シャア用ヘッドのひさし部分はコックピットハッチになっており、ひさし部分が前に倒れるために、物合いが少し奥にあるのよな。まあ、この仕様は一部のゲームでも反映されてるので知ってるやつもいるだろう。でもって、巨大なグライバインダー。このデザインを見たとき、モデラーの皆は、背負っているギターケースが変わっただけということに気がついたのだよパトラッシュ。とにもかくにも、モデルグラフィックスの作例と同時に、新たに長野先生によって設定された画工が公開されたことでモデラー界隈が沸き立ったのは確かやね。その後、機動戦士ガンダムダブルゼータのモビルスーツのデザイン不足が問題となった際には、使えるものは使っちまおうってんで、これらの資料をもとに秋田神歌詞がアニメ用にクリーンナップし、逆輸入してシュツルムディアスになったという伝説ですな。そうですな。最新オービンもご賞覧あれ。このシュツルムディアスは、機動戦士ガンダムダブルゼータの小説版でアムロレイが乗ったことで人気となり、当時のバンダイさんがきっと貸しなかったこともあって、機動戦士ゼータガンダム時代に発売されたリックディアスを改造するしか入手する方法が存在せず、作ったやつだけが越に浸れるという、モデラーにしてみればすんばらしい状況だったのですよ。感動の嵐。でもね、まあ、なんだ。機動戦士ガンダムダブルゼータの小説版を書いているのは富の運大将じゃないもんで、アムロがシュツルムディアスに乗るという設定が、万人に好まれたかどうかは微妙なところなのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。